山中育子は、日本の労働運動家、政治家。元参議院議員。日本共産党中央委員会名誉幹部会委員。秋元有子のペンネームで、創作活動も行う。夫は、国文学研究資料館教授の山中孝一。東京都練馬区出身。東京都立豊島高等学校、早稲田大学、第二文学部卒業。 1952年日本電信電話公社に入社し電話交換手として勤務。同年に本共産党に入党し、後に全国電気通信労働組合中央委員を呼び、東京市外電話支部書記長などを務める。また、1970年に電電公社を退社した後は、党中央委員会の労組部に入り、更新の育成に当たる。 1974年の参院選で全国区から出馬し初当選を果たす。以後比例区から連続3期当選し、1992年引退を表明する。議員時代は党婦人局長などを歴任した。1979年6月6日、参議院本会議にて日本共産党代表として、言語法案反対の討論を行った。 政界を引退した現在は、鹿児島県に移住、同地の日本民主主義文学会会員として、小説を執筆している。名誉役員と顧問を、小2未新たに三十一市日本共産党、第二十一回大会九百九十七年九月二十六日、官二十四から二十五ページ、昭和五十四年六月六日、 国会会議録検索システム。2017年3月28日閲覧。あぐまざりキたりし指摘覚え書きと反省の記。紹介文公用出版社ホームページ。ありがとうございます。